はい、今日富士スピードウェイで開催されているダサに来てます。はい、ブースから見てみましょう。はい、今回のイベントはいつも出る先行形じゃなくて、いろんな人がエントリーしていいやつですよね。はい、オールジャンルですね。全然いじってない人もいるんですかね。いるんじゃないですかね。あこっちダッサイのメインブース、はい、主催です。で、MSA ジャパン、はいはい、MSA のブースがあるってすごいですよね。うん、そうですね。手振ってくれてます。はい、仲いいですよ。はい、BL ブースこんな感じです。はい、今回はいろいろ持ってきてます。はい、アダムスもいっぱい置いてありますね。はい、売れ筋は全商品だいたい持ってきてますね。これあと1本、あと1本だけ。ガラスクリーナーが全部売れたんですか。そうですね、全部売れましたね。うーん、午前中に売れちゃったんですかね。そうですね。あとティーディメントさんのプロダンパープロアーム持ってきてます。はい、かっこいいですね。やっぱ展示品あると違いますよね。うん、違いますね。今回はちょっとね、一つナットだけでも持ってきてるから。はい、で、あと車、10台。めっちゃいますね。めっちゃいますね。まあ、全部 T ディメンドの製品がついてる車ってことで。はい。まあ、こっちの4台は、ね、メッセのフルコンプリートですね。はい。あと、エアサスとか、車高調とか。うん。まあ、みんな綺麗に乗ってますね。乗ってますね。いろんな車種で。はい。なんか気になった車があれば。はい。オールジャンルだから、うん、みんなそのこだわりのポイントが違いますよね。そうですね。いつもフェンダーリストとか、はい、まあ、そういうイベントだと足回りだけなんですけど、うん、このイベントだとなんかバンパー作ったりとかね、うん、かなり個性のある車が多いです、はい、やっぱこれじゃないですか。これは個性が強いですね。すごいね。30インチっすよね。30インチ初めて見ましたよ。すごいっすね。だいぶでかいですね。で、でっかいからハンドル切れなくて、これバンパー切ってるってことですよね、多分。ああ、本当ですね。でっか。すげえでかいですね。もう N1 すごいですね。お友達です。車高調ですか。そうです。おー、すごいですね。普段もこのホイールで乗るの。乗るんじゃないですか。おお、やばいね。アウトリップですね。うん、究極のアウトリップ。かっこいいですね、これ。うん、カムリですね。うん、すごいキャンバー。すごいですね。エアサスですかね。どうなんですかね。え、でもこれ走れないですよ。あ、確かに。なかなか BL スタイルが出るイベントじゃ見ない、はい、車がたくさん。そうですね。なんかボディをやってある車が多いですね、かなり。うん、珍しいホイールだ。お友達です。あ、そうなんですか。これもお友達です。へえ。
方、あれレクサスのデイライト。ああはい。絶対そうですよね。そうですね。この車は、コバッチが名付けた下まつげ。この車は何ですか？何ですかこれ？ストリーム。ああ。あ、そうですね。ストリームなんだ。あ、フェンダー綺麗ですよ、すごい。このアーチがね、すごい綺麗。うん。色も綺麗ですね。うん。あ、エアサス、あそこに乗ってるんですね。本当ですね。珍しいですね。珍しいですね。トランクがオーディオだからそこに乗せたってことかな。あー、すごいですね。うん。すごいやってますね、うん、すごいな。この車ハイラックスサーフ。ああ、そうですね。超深リムだけどやばくないですかこれ。24インチ。おお、でかいですね。でかいですね。なかなか、なんか珍しい、珍しいですね、デザインですね。リムか、すごっ座れちゃいますね。うん、オールジャンルって面白いですね。面白いですね。なかなか普段見ない、うん、見ない車多いですね。走り系の車もいるんですね。うん、あっち全部オーディオですよね。あ、オーディオですね。オーディオ見に行きます？ベルファイア。はい。すごいっすね。どうなってんの？なんかすごいね。ちょっと僕はね、BL は音響とかやらないから全然わかんないんですけど、そうですね、なんか見ることあんまないですもん ね。なんかスピーカーとかウーファーみたいな感じなんですかね。うんうん、こういうとこは何？何ですかね。この穴は何？響かせるための空洞とかですかね。あー、どうなんですかね。すごいっすね。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗です、ね、黒ボディなのにね。え、今日朝まで雨ですからね。雨降ってましたね。すごい綺麗。ここら辺はあの全部あのいつもイベントでいるあの B ダッシュさんっていうところが作ってるんですかね。そうですね、多分。あ、そうですね、旗立ってますもんね。おー、みんなすごいっすね。でもやっぱなんかやっぱ空洞がありますね。おー、なんなんですかね。こだわってますね。うん、こだわってます。え、かわいいですよ、ミニオン。ほんとだ。え、かわいい。あ、書いてあるんですね、これ。ああ、書いてあるっすね。手書きで、なんか、筆みたいな。こういうのってちゃんとリアシートあるんですね。ついてますか？リアシートついてます。ほんとだ。ちゃんと人も乗れる。すごいっすね。すごいですね。うん。へぇー。なんかオーディオやらないからあれですよね。わかんないからすごいですねとか。確かに。コメントができない、うん。未知の世界ですね、うん。開けたらオーディオですね。これまさに。本当ですね。なんて言うんでしたっけこれ。このアンプみたいな。わかんないけど。こんないっぱいつけるんですね。なんかここなんかデジタルななんかついてます、ね。
おお、すごいですね。なんかこういうのを、あの、エアサスとかに取り込めないんですかね、こういう光みたいな。ああ、はいはいはい。めっちゃパリピになりますけどね。白とかだったら。すげえ。これどうなってんですかね。ね、何で作ってるんですかね、そもそもね。これは何ですか。ここから音が出るんですかね。こういう軽自動車のカスタムもまた新しくて。すごいですね。これ何の車ですか？これワゴン R ですよね。へぇ。あの、な初代くらいの MC21 でしたっけ？ほぉー。え、これって原型とどめてますか？あんなこういうライトの形は原型ですよね。ほんとはこういうレンズのやつだけど。ああ、はい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 。え、すごくないですかこれ。すごい。強そうです。こういうのもペイントなの？あ。塗ってあるんですね、これ。へぇ。もう、こういうのも塗ってあるっすね。本当ですか？これ筆じゃないんですか？これ。あ、そういう風に？そう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 。そういう仕様にしてるってことですね。へぇ、すげぇな。すごいですね、これも。180ですね。180だよ。180ですね。結構綺麗な車多い。そっちのワゴンあるとかめっちゃ綺麗ですよ、それ。本当ですね。これは M123 ですね、多分。バッドフェイスなんかすごい、純正ベースなのかな。どうなんですかね。めっちゃ綺麗ですね。うん。ボンネットは FRP っぽい気がする。先行系のイベントと違って、こうみんなゆったりしてていいですね。そうですね。交流をなんかこうメインとした感じの、ゆったりした感じでいいですね。和気あいあいとしてて。はい。さっき何一気飲みやってたんですか？さっきラムネですね。あ、ラムネか。はい。ラムネ一気飲みってしづらいんですか？なんか中にビー玉入ってるじゃないですか。ああ。それがこう来るんですよね。で止まっちゃうんですよ。ああ、はい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 、はい、ただそれも気をつけながら飲まなきゃなんないっていう。ああ、普通のコーラとかみたいに一気にできないわけですね。できないですね。なんかそういうなんかミニゲームみたいなのあっていいですよね。うん、そうですね。これこの前納車したヒルグランド、はい、ハイドロのエアサスじゃなくて、フルアームの感じに仕上がりますよね。うん、そうですね。
アイドルですね。はい。はい。スキッパーさんの。うん。で、ティージメンドさんのフルアームですね。フルアームですね。はい。綺麗ですね。うん、車が綺麗ですね。はい。はい、BL スタイルがブース出すイベントは年内これが最後です。はい。で次は2023年2月の大阪オートメッセに、はい。また TD メンドさんのブースで出します。はい。何の車が出るかもう決まってますか？ BL スタイルが。はい。BL スタイルはクラウンクロスオーバーと、はい、あとレクサス LS、はい、お客様ので2台で出ます。はい。じゃあ他も何が出るか楽しみですね。でまた次。はい。大阪オートメッセで。はい。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。